角段30度、どうもキリンです。はい、ということで、今日はですね、多分ね、タイトルにあると思うんですけど、ちょっとね、そろそろね、はっきりさせようと思います。私、動画、特にこう、ファッション系の動画なんだけど、全身が映ってるような動画で、もう絶対にね、1個は必ず書かれるコメントがあって、っていうのが、ちょっと私のね、体型についてなんですよ。それは何かっていうとね、骨格なんですよ。実は人間ってその骨格がね、3パターンに分かれてるっていう風に言われてて、で、それは後でね、後々ちょっと簡単に説明していくんですけど、で、この骨格診断っていうのは、似合う服とかを見つけるために結構診断をしてもらって、その3タイプのうちのあなたは何々だからこういう服は似合いますよみたいな、それでね、診断してもらった結果、私ナチュラルだったんですよ。だから参考になるかなと思って、骨格ナチュラルとかってこう書いてたりとかしてたんですけど、もうそうするとね、あなたは絶対にウェーブですよみたいな言われたりするんですよ。で、別にね、私は全然気にしないしいいんだけど、一回ね、それすごいコメントで怒られたんですよ。絶対ウェーブですよね、なんでウェーブなの認めないんですか。でも確かに、なんかそう、自分の中でも、ちなみに、ね、そうプロ診断3万も払ったんですよ。3万も払ったしな、プロって言ってるしなみたいな感じで生活してたんですけど、今まで。でも結構本当に毎動画コメントで言われると、どっちなんだろうみたいな思いまして、友達にですね、プロの骨格診断の子が最近にできたんですよ。なんでその子に今日は診断してもらおうと思います。それでは、レッツラッゴー。こんにちは。めっちゃプロっぽいわ。いや、プロです。確かに。普段ラーメンとかしか食べてないから。そう、そうなの。こんな姿見たことない。とグローバルカラースタイリストゆうという名前で活動してます。かっこいいね、初めて聞いたんだけど。横浜と、東京と、札幌でパーソナルカラーと骨格診断してます。おー、一応プロに診断してもらったんよ。骨格診断がナチュラルって言われたのね。でも実際本当のところはどうなんだろうっていうのが知りたかったから、はい、お願いします。お任せください、かっこいいファンの皆さん。でも確かに私も、もうめっちゃ見たんですけど、インスタとか、それこそ動画とか見てても、確かに皆さんが思うように、ウェーブって言われやすいっていうのはわかる。この大天使ってこの横、太ももの横のところが、そう、張りやすいって。あ、びちゃった。危ない。そこ張りやすい人って本当によくネットで言われるのは、ウェーブの特徴が強いとか、あ、ウエスト細いのと、あとちょっとイカスイっぽいとかね。だからっていうところは、もう本当にウェーブの要素があるから、それはやっぱり動画で見てる人は、ウェーブって言いやすいと思う。なるほどね。あと触ってみたら、骨は嘘つかないよね。触ると分かる。そう、骨の特徴なんで、触っていくと変わらない骨の特徴があるから。へえ。お願いします。ちょっと楽しみ。骨格診断を始める前に、骨格診断とは何ぞやっていうお話をさせていただきたいと思います。これが分からないと、多分今からすることを全然分かんない。意味が分からないのと、あの儀式みたいになっちゃうので、先にあのちゃんと説明をしておきます。じゃあまず、骨格診断って、生まれ持ったご自身の体型の骨の付け方とか関節とか、あと筋肉の付け方、脂肪の付け方によって分かれていきます。で、タイプは全部で3タイプ3タイプ分かれていきます。で、1つ目が骨格ストレート、次が骨格ウェーブで、骨格ナチュラルです。簡単に説明していくと、骨格ストレートはメリハリボディって呼ばれています。もうすごいボン9本、あの峰富士子さんのような。ああ骨格ウェーブはもう大和なでしこだよねって言われるような体型で、ナチュラルの人は骨感とかが出やすいような、すごくこうスタイリッシュなお体をしてます。で、それぞれ特徴があって、ストレートは上半身がこう、ね、ボリュームが出やすいで、骨格ウェーブは下半身にボリュームが出やすい、洋なし体型って言われてます。で、ナチュラルさんはもうすごく上と下どっちも均等になるんですね。これが簡単に説明する骨格診断ですね。でかー。隣に立たないです。いつもどうやってやってんの？いつもはまず身長と足のサイズ聞いてます。170cm で 24.5 か25ぐらい。あと幼少期とか学生時代に運動とかしてましたね。小学校の時は水泳、中学がバトン部に入ってた。筋肉はつきやすい。全然。で、それがさっき言ったように約18歳までに何をしてきたかでも発達しやすい部分が変わってくるんですよ。じゃあ最初に顎をこっちにお願いします。楽しい。反対側もずらします。で、何
見てるかっていうと、ここの骨の出方とかっていうのもタイプによって全然違うんです。じゃあ次腰の位置見ていきます。ここがなんかすごい出てる。あ、これもめっちゃポイントなんですよ。でお尻のラインとかもすごい人によって全然違うので、くびれはできやすい。できやすいけど、私姿勢が悪すぎて左右のくびれがね実は全然違うの。どんな体勢したからなっていう感じで、まず全体を見てから触っていきます。で最初手を触っていきます。ポイントが決まってるので、うん、そんなベタ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 触らないからそこは安心してください。腕は引っかかる。あ、引っかかる。で緩い。そう、これもポイントです。で次手首を触っていきます。はい、次胸元とお背中でやばい鎖骨めっちゃ出ません？めっちゃ出る。もう水乗るぐらい出ると思う、うん、肩甲骨も長いし出やすいですね。羽みたいな。長いとかあるんだ。羽みたいなんだ。やったお尻と腰の間を触っていくんですよ。ここなんだ。で多分お尻上がりにくいと思う、うん、こっちっていうよりもこっちが上がりにくい。で横だけちょっと触っていくと、ここでしょ、出やすい。そう、太っちゃったなって時お腹周りと顔ら辺に太りやすいんじゃないか。そう、顔がめっちゃ、うん、なんか体そんなに太ってないのに、うん、ここだけパンパンになっちゃったりとかする。太るとこれも特徴です。で次膝。はい、膝もこの膝の皿を触っていくんですけど、うん、あ、こんなにベタベタ触ってるのはエピリヌだからです診断が終わりました。すごい楽しみでも結構特徴的なところが多かったんですけど、うん、結構ファンの方すごいなと思いますよ。ポイントとしてはすごいよく見ていらっしゃるなって思いました。はい、じゃあ発表していきます。まあ、はい、いつもこんな感じでね、これからドロドロドロっていつもやってるんですけど、やってほしい。ゆきりぬさんの骨格タイプはドロドロじゃん、やっぱりナチュラルでした。あ、そうなんだ。ナチュラルです。だけど若干やっぱりウェーブ要素はあります。あ、そうなんだ。だから皆さんウェーブって言いやすい。そう、写真とか動画じゃ骨感って伝わりづらいんですよ。なるほどね。お肉の質感は伝わりやすいよね。あー、そうなんだ。うん、だからこのウェーブの特徴が出やすい下半身を見てウェーブって言いやすかったと思う。へー、じゃあなんであのナチュラルなのかっていうところなんですけど、はい、まあ、その前になんでウェーブ要素もあってナチュラルなんですかとか、うん、そのミックスってあるんですかってよく言われるんですけど、うん、血液型と似てると思ってほしいんです。血液型って O 型 B 型のご両親が結婚して生まれました、うん、第一子、うん、O 型です。でも弟生まれた時に B 型になってる可能性もあるじゃないですか、うんうんうん、それで血液の割合が O が多いから O 型になってるわけで、だから O 型だけど B の要素もあります。はいはいはい。で割合が O が多いから O です。みたいな感じでナチュラルなんだけど、ゆきりぬさんみたいにちょっとウェーブが入ってるっていう、なんでさ、ゆきりぬさんって呼ぶの間違えたっていう感じで、まあ、うん、ナチュラルなんだけどやっぱりちょっとウェーブ要素も入ってもらっても、うん、ナチュラルがもう圧倒的に特徴的だからナチュラル。そう、触る前の話もナチュラル要素もあるな、触ってみたらあ、やっぱナチュラルだな。面白い。だから3万かけて、うん、やっぱやったのはもう私もプロですけど、プロの方がやってるので間違いではないですあ、よかった。なんかそれあの3万払って間違ってたらどうしようそれ解説をしていかないと、まず触ってきた行った箇所からで、私がガッチガチゴリゴリのストレートなんですよ。こうパッて手見た時にユキリムの手って関節にすごい目がいくんですよ。私どっちかっていうとあんまり関節目立たないんですよ。まあ、身長に対してさっき足のサイズも聞いたんですけど、手足が大きい人はナチュラルで多い。へー、まあ、やっぱり質感はちょっと柔らかさはあるんだけど、ふわふわっていうよりもやっぱり骨が先に当たる。で次触ったところが胸元なんですけど、うん、骨がねあるんですよ、ここ。そこでせっかく骨なの。この辺すごい結構鎖骨しっかり出てるんですよ。でナチュラルの特徴って、まあ、よくネットにも書いてるんですけど、鎖骨が出やすい。ウェーブはどっちかっていうとここを触った時にちょっとえぐれます、滑り台っぽくなるから、っていう方はすごいウェーブに多いんですけど、その感じあんまりない。あ、そうなんだ。で次触った肩甲骨、ここは結構デカめな、このぐらい肩甲骨なんで、あとやっぱお尻ウェーブだったらもうちょっとこうなだらかなんだ。そう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 、ここは上がってるのにここがすごいペタンってなってるんですね、うん、それはここの骨盤のせいですね。ここ骨盤しっかりしてるんですよ。触ると骨感固め。私のこのお尻のラインを、え、丸い、かわいい、いいな。私がストレートなのでここからもお尻なんですよ。あ、え、すごい柔らかい、いいな。そう、え、そうなんかそれくらい骨がないんだ。でも骨があってお尻があるタイプで、
そしてここね、ここのさっき骨盤の骨が出やすいって人もすごいナチュラルに多くて、ただ下半身には結構ウェーブ要素があって、やっぱり質感がね柔らかい、結構短いの履くじゃないですか、履くだから画像から見るとすごくウェーブ要素だけが見えてきたのと思う。なるほどね、その部分だけがこう出てるから余計に、そう見てる人と一緒で、本当に私もウェーブだなって最初思ってたので、パッと見ね、まあ、パーセンテージで言うとあれだけども85とかぐらいはナチュラルで、15ぐらいはウェーブなんじゃないかなって。すごいスッキリした。そう、先生ありがとうございますで、まあ、これからじゃあ似合うお洋服でどういうものかってかってなってくるんですけど、あのナチュラルの人って骨を隠せば隠すほど女性らしくなるんですよ。だけど、まあ、人によって全然違うから、それが大事なんじゃなくて、じゃあ自分はどこがどういう特徴で、どこを気をつけたらいいのかという方にフォーカスを向けた方が迷子にならなくて済みます。結構診断にさ縛られすぎるのも良くない、そうです。皆さん好きなものを好きなだけ着てください。似合うに縛られたり得意に縛られちゃうと、もうすごい細い道を常に歩かなきゃいけないんですよね。じゃあどうしようかなっていう時に、別に75点でもいいと思ってます。なんか変だなって思わないし、自分も好きなものも、逆に似合うを知らないと、35点の時もあるんですよ。だからまず自分の特徴を知るのが絶対に大切だなって思うので、すみません、仕事道具を最初に言っておくんですけど、絵はめちゃめちゃ下手です本来のスタイルが一番いい状態っていうのが、矢印の傘が均等な時で、ゆきりぬの場合は若干下が長いよ、本当に若干。だからゆきりぬの場合は、まあ、正直普通にハイウエストをしちゃえばバランスが整いやすい。ハイウエスト多いんじゃない？ハイウエスト多い、ウェーブかなって思ったから、これってハイウエストって上に行くんですよね、これちょっとされるんですよ。でナチュラルの人は特にほぼ均等だから、上に何かを足したら同じ分下に何かを足さないと、でもすごい分かりやすい、天秤みたいに考えてあげればいいんだ。そう一重に骨格ナチュラルですとか、ウェーブですとかってなっても、その人のバランスがやっぱちょっと違うからさ、一人一人やっぱ着方全然違うんだね。そうなんですよ、全く同じには絶対ならない、だから特にじゃあ診断だけ受けました、何らかタイプですって言われても迷子になる人が本当に多くて。なるほど。だってネットに書いてる情報って平均的な、あの、ストレートとかウェーブナチュラルだから、平均的な人の真似をしてもちょっと違和感を感じちゃったりするんですよね。大事なのは自分を知ることと、バランスをしっかり考えることと素材です。だからもう自由に好きなものを着ましょう、着てください。だって流行りのもの着たいじゃないですか。着たい。今日はでもめっちゃためになったわ、ありがとうございます本当に好きなものを着るのが一番、みんなあのゆいちゃんとこ行ってあげてください。はい、お待ちしてますでも本当にこういう感じなので、全然あの気を張らずに、普通にこんな感じでおしゃべりできるので、何でも聞いていただければ。いいね、心強いね。予約とかはインスタとか公式 LINE とかもあるので、下に載せておくね。じゃあ、これやりたかったでしょ。今日職業体験みたいな感じなので、まあ、もし私にちょっとでも興味をね持っていただけたら、その概要欄をチェック、なんていうの、チェックしてください。チェックしてください。それでは今日の動画はこれで終わりになります。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ参考になったら高評価よろしくお願いしますそれではバイバーイ。バイバイ。この後さ何食べる？何食べる？もうそれしか考えない。これも撮るからね。え、今ここ使うからね。そう。